おはようございます。東海道の旅8日目になりました。今日の天気は曇りです。今日のゴールは見附宿です。今日の朝ごはんはビジネスホテルのビュッフェ式スタイルでパンとベーコンと卵とシチューを食べました。ここのクロワッサンがものすごく美味しかったです。今日の行程です。島田宿を出発し、金谷宿、西坂宿、掛川宿、袋井宿、見附宿の39キロです。今下に見えている川は大井川です。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と歌でも歌われたように、大井川は東海道最大の難所でした。長すぎじゃあ。金谷宿到着しました。今回の石畳は優しめです。よかった。朝の8時49分、気持ちいいですね。風も涼しくて、天気も少しだけ青空が見えてきました。おお、すごい静岡って感じのお茶畑です。綺麗に揃えられてます。次は石畳の下り坂に入りました。コンビニとかお茶屋さんが全くないです。やっと坂が終わりました。とりあえずさっきコンビニとお茶屋さんがないって言ったんですけど、まだ見つからないですね。あるのは茶畑だけ。おっと、自動巻き。ちょっと寄っていきたいと思います。
今日のお昼ご飯です。掛川宿到着しました。疲れた。今掛川城の前にいます。はい、少し座って休憩したので次の塾に行きたいと思います。次の塾は袋井塾です。10キロ。なんかここに座ってると昔の人もこうやって座ってこういう景色見てたんだろうなっていうふうに思います。風がものすごく気持ちいいです。これより袋井塾。いい太陽が出てます。残り2キロほど、ラストスパートでございます。予備校が昔の宿みたいな感じになってます。すごいですね。見附塾到着しました。よし、今日泊まるホテルが見えてきました。古竹院です。到着しました。部屋がとても綺麗です。若鶏と茄子のおろしあえ弁当、今日やっと半分終わって、この本も交代になりました。もうなんか出発するときは綺麗だったんですけども、ボロボロになってこんな感じです。コップもらったけども出すのがめんどくさいんで、そのまま